はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は第191回目12月の5日でございます。はい、今日はまず先に、先週もお知らせいたしたんですけれども、まず年末年始のお休み、12月の28日から1月の4日まで、1月5日から通常営業になります。ですからその28から4日の間、夏休みじゃないや冬休みですねということでお休みさせていただきます。それからもう一つ、これも先週お話ししましたけれども、1月7日にファミリーコンサートがあります。1時半開演で2500円でドリンク付き。お申し込み、お電話でお待ちしております。概要欄の方に書きますのでどうぞよろしくお願いいたします。それから今日は新しくお知らせとして、ティータイムコンサートが、おとといありまして、でまず次回のティータイムコンサートなんですが2月の18日、日曜日ですね。やはり1時半開演という形 で、でこれはお申し込みが、カフェアンサンブルじゃなくてティータイムコンサートの事務局という形になりますので、はい、これも連絡先、これはメールになりますので、このメールの方でお申し込み、お問い合わせしてください。よろしくお願いいたします。で、そのティータイムコンサートなんですが、おとといの日曜日3日にありまして、今回 初めて、アンママじゃなくてそのティータイムコンサート事務局の皆さんが事前に準備してくださって、はい、で、無事に行われたんですね。完全にバトンタッチをしていただきました。はい、ちゃんとプログラムとか、今までやっぱり連絡が大変だった ね、 そうです ね、 出演者とかお客様で来たいって方の連絡が、そういうのを全部やっていただいて、本当にコンサートのもう無事に終わりました。ね、終わって本当に良かったと思います。その時にですね、あなたなんか知らないけど急にサプライズで歌を歌いましたね。はい、何歌ったんでしたっけ。で恋心だった、恋心だったかな、だったかな、あれ違った、本当違う、恋心じゃなかった、恋心ですよね、恋心だよね。ああ大変だ、はい、あんまりね、なんかもう頭がね、何か誰かにね物を譲ってしまったって感じでね、それで頭の中譲っちゃダメよ。そう、空白ができちゃってね。いや、もう2日以上経ってるんで、焼却時間過ぎてますんで。はい、ということでまずはその時の恋心をお聞きください。はい、you、mm-hmm.
でした。はい、お疲れ様でした。このティータイムコンサートの時に、伴奏していただいたのは誰？下野さん。下野颯太さんですよね。そうです。これ前もって お願いしてたの？いいえ、もうその時に歌えるかどうかもわからなかったんですけど、うん、突然お願いしました。そうですね、下野さんにその当日来て、他の方の伴奏するために、あとね、自分もご出演するために来て、その方に急に楽譜渡して、私これ歌うって言ってたんだよね。そうなんででも本当に心よく受けていただいて、それで一回ねちょっとだけ合わせて、で本番見事に合わせていただいて、ね、見事に合わせていただいて、ね、下野さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、ということで、その時は、まあ、下野さんはじめずっとティータイムコンサートね、今までに参加してくださった方が、まあ、多く出たんですが、中には初めて出られたって方もいらっしゃいましたね。そうですね、本当にティータイムコンサートはね、皆さん実力のある方がね、出てくださって、本当にいい会になりましたね。最近は外国から来た方もね、よく出てくださって、そうなんです、イギリスの方とかアメリカの方とか、国際色が豊かになってきましたね。ね、そうです。いやね、ちょっとだけ芸能人だからね、方や、はい、それから、その恋心なんですが、はい、なんで急に突然歌おうと思ったの？いや、私ね、もう本当にこの先どのぐらい歌を歌えるかわかんないんですけども、とてもなんていうかな、好きな歌なんですね。でもなかなかね、皆さんの前で歌うっていうのはね、まあ思い切って今回は思いついたままに、じゃあ歌ってみようって。素晴らしい。いや、即決即断で素晴らしいですね。 でそれをね、即ね、大した合わせもしないのに、弾いてくださって本当にお見事でしたね。はい、まあ、皆様今お聞きになったと思うんですけども、本当にサプライズで急に頼んでやっていただいたので、本当に大変だったと思うんですけど、ありがたいということでございます。はい、ということで、次のティータイムコンサート、先ほどお知らせいたしましたが、2月18日にありますので、どうぞティータイムコンサートの事務局の方にどんどんお問い合わせして、どんどん参加していただきたいと思います。じゃあね、またね。はい、またね。